それでは皆様お待たせいたしました。いよいよ第14回出雲神社祭り花火大会を開催します。出雲商業高校吹奏楽部の演奏に合わせて花火が打ち上がります。夜空を彩る華麗な花火の上映をお楽しみくださいませ。
普段見慣れた丸く花咲く花火は日本独自の技術で作り出され菊花花火と言われています。このシリーズでは日本の伝統的な丸い花火、そして黄金色に輝く花火をご覧いただきます。繊細な作業が得意な日本人だからこそ輝かせた花火の頂点です。錦繍に染まるいつもの夜空をご覧ください。シリーズ2、スターワイン、黄金のきらめきでした。続いてはシリーズ3、早打ちです。出雲商業高校の吹奏楽部による演奏と単発の打ち上げ花火をお楽しみください。曲目は AKB48 の真夏のサウンズグッドです。Thank you.
込みください。また花火のカス、火の粉などにも十分お注意ください。繰り返し会場の皆様にご案内いたします。風向きによっては花火による灰が降る可能性がありますのでご注意ください。また花火のカス、火の粉などにも十分お気をつけください。続いてはシリーズ3スターワインフラワーカーニバルです。ドーナツのような人気花火がいくつも登場し、花火で大きな花束を作ります。またリングだけではなくハートやスマイルも隠れているので探してください。最後にたくさんの色の花火が混ざり合い、夏の夜空を彩ります。シリーズ3スターワインフラワーカーニバルでした。続いてはシリーズ4早打ちです。出雲商業高校の吹奏楽部による演奏と単発の打ち上げ花火をお楽しみください。曲目は井上陽水さんの少年時代、そして坂本九さんの見上げてごらん夜空の星をです。
お知らせをいたします。山川慎太郎君4歳を本部でお預かりしております。山川慎太郎君4歳を本部でお預かりしております。ご家族の方いらっしゃいましたら本部までお越しくださいませ。続いてはシリーズ4スターマイン和の心です。江戸時代から続く伝統的な炭の花火の登場です。線香花火のような儚くて切ない花火をイメージしています。幻想的なしだれ花火、花火でゆっくりと舞い落ちる花火にうっとりとしていただきます。シリーズ4スターマイン和の心でした。さて次はステージ上の出雲商業高校吹奏楽部の皆様にも一緒に楽しんでいただこうと企画しました。シリーズ5スターマイン広がる世界です。デジタルプログラミングされた花火と吹奏楽のコラボレーションをお楽しみください。音楽は吹奏楽の定番曲ディープパープルのバーンです。
デジタルプログラムを使った花火と吹奏楽のコラボレーション、スターマイン広がる世界でした。続いては出雲商工高校の吹奏楽部による演奏と単発の打ち上げ花火をお楽しみいただきます。シリーズ6早打ちです。曲目はディープパープルメドレーです。
せてシリーズ6早打ちお楽しみいただきました。続いてはシリーズ6スターマイン幻想歌です。花火は夜空を舞台にした光のマジシャン。今回は特殊変化花火を準備しました。さまざまな色の花火が急に消えて、その後に雪が降るように白くふわっと現れます。光のマジックショーをご覧いただきます。続いてはシリーズ7早打ちです。出雲商業高校の吹奏楽部による演奏と単発の打ち上げ花火をお楽しみください。曲目はミスターチルドレンで花火です。
区域を設けています。この区域内には危険ですので絶対に入らないでください。続いてはシリーズ7スターワンのスパークリングシャワーです。このシリーズでは丸く花咲く花火は使用しません。霞草のような小さな花の集まりと音を出しながら舞い散る花火、そして夜空から垂れ下がる花火やヤシの木のように広がりながら細かく分裂する生き物のような花火など可愛い花火を楽しんでいただきます。シリーズ8早打ちです。出雲商業高校の吹奏楽部による演奏と単発の打ち上げ花火をお楽しみください。曲目は湘南の風で水面下です。
っては花火による発火する可能性がありますのでご注意ください。また花火のカス、火の粉などにも十分ご気をつけください。風向きによっては花火による灰が降る可能性がありますのでご注意ください。また花火のカス、火の粉などにも十分ご気をつけください。また会場内にはロープなどで立ち入り禁止区域を設けています。この会場内には危険ですので絶対に入らないでください。繰り返しご案内いたします。風向きによっては花火による灰が降る可能性がありますのでご注意ください。また花火のカス、火の粉などにも十分にお気をつけください。続いては、恒例となりましたセミファイナル、天地創造の花火。夜空と大地から次々と咲き誇る花火が会場を包み込み、音と光を組み合わせて生命の誕生を表現します。賑やかに、そして華やかに、皆様の思い出の一つになると間違いありません。現場の警察官ガードマン。